エセックスはアメリカ海軍の教習揚陸艦、ワスプ級教習揚陸艦の2番艦。艦名はマサチューセッツ州エセックス軍にちなむ。その名を持つ艦としては5隻目。エセックスはミシシッピ州パスカグーラのインガルス造船所で建造され、1992年10月17日に収益した。収益式典では、 ディック・チェーニー国防長官がスピーチを行った。1994年10月に最初の配備がなされ、1995年1月にはソマリアからの多国籍軍撤退を支援するユナイテッド・シールド作戦に参加する。放火のもと、撤退作戦は成功時に終了し、1995年4月25日にサンディエゴに寄港した。 短いメンテナンス期間の後に、7カ国海軍による、艦隊兵洋合同演習、リムパック96に参加する。1996年10月10日に2度目の、西太平洋配備となる。配備期間中に、カタール、オマーン、クウェートとの合同軍事演習、タンデムトラスト97に参加する。同演習は2万8八千名以上の将兵、250機の、 航空機及び40隻の艦艇が参加した。1997年4月に帰港し、短期メンテナンスに入る。その後、3度目の太平洋配属となり、1998年6月22日に出港した。2000年7月26日、アメリカ海軍史上最大規模のシップスワップを行う。その後、タラは急遽収容陸艦、ベローウッドに代わって、 サセボに配備された。2008年5月には、ミャンマーでのサイクロン災害の緊急援助支援のため、アーレーバーク級ミサイル駆逐艦、マスティン、クリーブランド級ドック型輸送揚陸艦、ジュノー、ハーパーズフェリー級ドック型揚陸艦、ハーパーズフェリー、ヘンリー・ j カイザー級級輸艦、ウォルター・ s d ディールともに、アンダマン海に展開し、米国民保護のため、 ミャンマー政府の許可を得るため待機した。しかし、許可は得られなかったため、6月上旬に通常任務に復帰した。8月31日には、東京都が行った首都直下型地震を想定した防災訓練に参加。火災臨海公園沖でクック63号を用いた避難民収容訓練を行い、石原慎太郎東京都知事や、 フェリー在日アメリカ軍司令官らが視察した。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う日本国政府の要請を受け救援活動、友達作戦に派遣された。津波でフェリーや港湾施設が破壊され孤立した大島への救援に当たった。当時乗り組んでいたアメリカ合衆国海兵隊。 アンドリュー・マクマニス大佐の改装によると演習後にマレーシア寄港中だったエセックスは東北地方日本海側へ向かうよう指示され3月18日に秋田県沖に到着した。マクマニスは当初から被害が大きい太平洋側へ向かうことを繰り返し意見具心した。津軽海峡を経由して青森県八戸市沖から救援物資を運んだ後 3月27日に大島へ先遣隊を上陸させた。島に電源車や給水車などを運び入れる一方、島民から食料の差し入れを受け、4月7日の引き上げ時には、島民が手作りの清浄機や感謝の言葉を記した横断幕で見送った。2011年8月19日、2012年春に同計6番間。 ボノム・リシャールとのシップスワップを行うことが発表された。2012年4月23日、ボノム・リシャールとの交代式を行い、佐世保の配備を離れた。2018年9月27日、エセックスから発刊した複数の F-35B がタリバーン攻撃に参加。F-35 の初の実戦投入となった。ありがとうございます。